さあ東京ドームの実況席です。須田さん、日高さん、はい、いかがですか。ちょっとここからの中で、いやいや、私、うん、久しぶりに来ました、お東京ドーム。そうですか、体験者。はい、以前家族で中日戦を見て、本当に何年ぶりだろう、小3、4年ぶりとかなので、久しぶりにここに来れてすごく嬉しいです、はい、私はその東京ドームで観戦して、しかも中日に応援するのが夢だったんですよ。まさか初です。でいつもは、はい、名古屋ドームのよくパノラマ席に入り浸ってるんですけど、入り浸ってるんですね。あのね、上から見る感じが遠いなって思ったこともあったんですけど、東京ドームが若干近いですね。そうですよね、上の方が。だからなんかこのキュッとした感じがよく見えそうでいいなっていう感じです。今日はもう特等席から放送していただきますが、本当ですね、もうお二人もドラゴンズファンのお手本のようないでたちなんですが、須田さんもこう今日注目してるところと選手とかっては今日注目ですか。もう後ろ見ちゃいますもんね、自然と。そう、目が後ろ行っちゃう、練習してますから、ドラゴンズが。いやでもな、いや全体的にとりあえず昨日が良かったので、だからね、昨日を超える感動をね、はい、うん、私は期待してます。なるほど、じゃあもう全員に期待ってことですかね。そうですね。で、日高さんと言いますと、はい、モノマネがお上手というふうに伺っております。やらせていただいてます。なんかたくさんレパートリーがあるそうなんです。レパートリーたくさんありますね、これまでたくさんやってきました。ちょっとせっかくなんですけど、今見せていただきたいんです。わかりました。じゃあ本当にやってくれると思います、今後のね、やっぱキーマンにもなっていきますので、じゃあ福田選手のモノマネをね、披露したいと思います。さっきまでバッティング練習してましたよ。はい、してましたね、ちょっと本当に頑張っていただきたいので、はい、お願いします。今日はやりたいと思います。いきます。2019年に東京ドームで開催された巨人軍公式戦の以上です。開いたりしないですよね。はい、あ、ここ開かないですよね。こうやってそうなんですよ。いや、私は細かいことはよくわかんないんですけど、下の足が刻んでそうなんですよ。ポイントでしょ、ポイント刻んで、そう、ここのスタンスが以前こうやってやってたら、本人にここは違うって言われて、本人に指摘を受け改善をした上での初披露ですね、これ。はい、やりました。はい、公認もらえるといいね。公認欲しいです。あとちょっとなんですね。あとちょっとです。なるほど。実はですね、今日のその地方放送の中でももしかしたら、はい、モノマネを披露してくださるかもしれないかもしれないということですので、その日高さんのモノマネ、それからスタッフのドラ、はい、ドラゴンズ愛にもご注目いただきたいと思います。今日の放送ですが、3時15分から生中継でお伝えしてまいります。皆さんよろしくお願いします。さあ後半戦、上位争いはどうなっていくんでしょうか。セ・リーグ巨人対中日をお伝えいたします。はい、ベースボールスペシャルサポーターの亀梨さん、はい、昨日はドラゴンズ20歳の小笠原投手が、はい、先輩の菅野投手を相手に初完封でしたから、いやこれはかなり自信になると思いますし、やはり小笠原投手は中日にとってもそうですけど、この日本のプロ野球にとってもね、やはりエース格としてね、成長していってほしいピッチャーですからね。で今日も実はドラゴンズここまで大量リード、はい、ドラゴンズファンの熱で溢れております、はい、今日はこのファンベースボールスタジオ、ゲストにドラゴンズをこよなく愛するお二人をお招きしています。AKB48 世界選抜総選挙で2位に輝きました。世界選抜総選挙ですよ。AKB48 の須田あかりさん、そして2位だよ、世界2位です。そうなんです、須田さん、はい、そしてもう一方は SK48、はい、子供の頃はなんと週4回、はい、名古屋ドームに行ってました、はい、日高ゆずきさんでございます、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。いや、お二人はこの3連戦どう見てますか。そうですね、最初ね、どうなることかと思ったけど、はい、ノーノーから始まったので、ちょっとおーと思ったんですけど、本当昨日ナイスピッチングを、同い年の小笠原選手がね、同級生してくださったので、本当に勝ち越していきたいと思います、はいはい、で今日の副音声なんですが、はい、そんな野球大好き女子のお二人とともに野球の魅力大発見スペシャルとしてお届けしてまいります。視聴者の皆様からも私だけの野球の楽しみ方を投稿していただいて、どんどんこちらでご紹介していきたいと思っております。今週ではお二人のですね、はい、ドラゴンズ愛もしっかりと伺っていきたいと思います、はい、僕も改めてちょっとアイドルとしての心得といいますか、このキラキラ感をちょっとね、改めてお勉強させていただきたいなと。なるほど、ちょっと思いますね。アイドルトークも今週ではアイドルラスカルの感じで今選んで、ちょっとアイドルもお勉強していきたいなと。わかりました。はい、さあそれでは実況席の平川アナ、よろしくお願いします。はい、まあ、トップアイドルお三方をお招きしてという形になります。申し訳ないですよ。いやいやいや、もうお二人見てください、もうドラゴンズにも、はい、私もバッチリですよ。ユニフォーム着てきましたよ。ご出身がということももちろんあるんですけど、はい、きっかけは何かあったんですか、須田さん。あ、私須田はですね、はい、きっかけはもう生まれた時からもう家族がドラゴンズファンだったりとか、あと
と父がもう小中高大社会人とずっと野球をやってたので。そうなんですね、はい、その影響もあってもうずっと野球。ご兄弟はちなみに。兄がいます。お兄ちゃん野球やってたりとか。やってましたね。3つ年上で、はいはい、野球もやってたんでいつも筋トレとかも一緒にやったりとか、土日のなんか少年野球とかもついてって応援したりとか。キャッチボールとかをじゃあできるぐらいは。やってました、やってました。いいですね。でも左投げなので、うん、兄が右投げなんであのグローブは結構できなくて。あ、確かに専用の専用のね。そう、なかなか難しかったりもしたんですけど、はい、でも楽しんでますね、ずっと昔から。日高さんいかがですか、このドラゴンズ愛。はい、日高も家族からの影響で。これ何ですか、あの SKE ルールなんですか、喋るときに名前を言うっていう。いや、あの音声がと、そうまずこれ取り入れてから、カトゥーンで、カトゥーンの皆さんいかがですか、はい、亀梨は取り入れていく。中丸は誰が喋ってるか分かるように勉強になります。大人数の謙虚な気持ちで勉強確かに。そうですね、女性ばっかりで声だけだとなかなか分からないから。みんな一緒に見えるじゃないですか、しかも声も。そんなことないですよ。はい、しましたそんなことないですよ。いやいやいや、ぜひだけは。じゃあそういうルールというか。はい、なんか最初に入った時に習いました。そう、教えられるんですよ。喋る時はまず名前を言う、名前言って喋ろ。じゃあまず日高は。日高はなんかも父親と家族の影響で母親が巨人ファンなんですよ、はい、で兄もいて、兄も巨人ファンで、はい、父がどうしても味方を家族内に増やしたくて、はい、私をすごい野球に連れてってくださって、球場に球場にくださって、もう家族名古屋ドーム来て 2-2 で別れて見て別れる。じゃあもう野球一家だ、楽しいですね。野球一家で、兄も、ずっと野球やってて、はい、父もあの高校野球の監督やってるんですけど、そうですよ。すごい。でもそういうのもあって普段から野球とはもう本当に一緒にいる感じですね。 AKB グループのその方たち の、 あの家族構成というかお父様とか、はい、結構なんかすごくバラエティに飛んでるというか。すごくないですか。いろいろありますね。だってお父さん高校野球の監督、監督やってます。あれ、プロ野球選手の娘さんは、倉持さん、倉持さんとか、ね、倉持さんとか AKB にもいたりとか、ね、はい、来ていただいたりとかも。いや、すごいですね。じゃあ結構グラウンドといいますか、はい、名古屋ドームには。長ドームはもう本当にめちゃくちゃ行きましたね。うん、今もじゃあ結構行ってるんですか。そうです、そうですね、今も行くよね。はい、であの毎週月曜日にあのドラゴンズが野球番組のラジオやらせていただいてて、はい、そう、それであの OB の山崎武さんとか、おたけさんと井上和樹さん、山本マスター、鈴木高松さんとか、もう本当いろんな OB の方と一緒にやらせていただいて、もう毎週やあの野球と関わってるし、毎日見てないと。そういった意味ではこのドラゴンズ愛、今日はあの、ね、はい、僕らも知らない情報、選手のね、そうですね、地元ならではといいますか、はい、情報もねきっとあるでしょうから、いろいろねお話伺っていきたいなと思いますけれども、はい、ちなみに亀梨さんはどういう経緯で好きになったんですか。僕は、なんでですか。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。それだ。こんな亀梨さん初めて見ましたよ。今振りでしたね、はい、今真剣にあのやりますね、ちょっと真剣にあのきっかけかと思って、ちょっとすいません、申し訳ないです。ちょっとバラエティ、あ、バラエティ慣れしてないところ。亀梨和也がタジタジして走って言いましたよ。やっぱりね、こういうね、はい、女性アイドルたちのキラキラにはちょっと押され気味だな。亀梨さん、メモりましょう、メモりましょう、まず名前。今のは点、あの、あれでした、振りでしたね。はい、書いてる、ちゃんと書いてる。これカトゥーンでいるときは結構できるんですけど、ごめんなさい、はい、なかなか副音声でこういうノリがないもので、ちょっと真面目にね、亀梨和也になってしまいました。もう一度、もう一回いいですか。じゃあ聞きますね、もう一度。今私たちのその野球好きになったきっかけとか話させてもらったんですけど、はい、亀梨さんはどうだったんですか。はい、亀梨は近所のお兄さんがですね、はいはい、野球なんかキャッチボールとかをしていて、はい、で僕も男4人兄弟なんですけど、はい、ちょっとま、お待ちください。これからね、はい、始まります甲子園、はい、ね、地方予選始まってね、今日もね、いろんな高校がね、甲子園を決めてますけど、はい、やっぱ甲子園もね、憧れてずっとね、そうですよね、野球やってましたから。ゆずきって高校野球も好きだよね。高校野球も好きです。毎年県予選行くんですけど、まあ、今年は行けなかったんですけども、あの100回の今年は西と東に愛知分かれるので、はい、そうですね、2校出るんですよ。お帰りなさい。いや、ちょっともう今日はもうなんて言いました今。お帰りなさい。ホームにね、やっぱ帰ってきてるんですね。お仕事に帰ってきましたよ。今日どうですかこれ。8回目のお帰りなさいです今日。本当ですよ。まだ4回ですよ。毎回得点、ヒット10回、大イニング、いや止まりませんね。いいですね。昨日に続いていい風が多分ね、ドラゴンズにも来てるなと。笠原投手の完封があり、はい、
なんかね初戦のね何か溜まってたものが全部ね昨日今日とね本当に嬉しいです。なんか小笠原さんもなんか前に私対談させてもらったことがあって、はい、そう新聞の方で小笠原さんと大野さんと、はい、あとメンバーもう一人と 2-2 で対談させてもらったんですけど、はい、その時に2年くらい前だったんですかね、なんかすごい悩んでるんだろうなっていうのがすごく伝わってきて、なんか自分だけじゃどうしようもならない壁にぶつかってるっていうのがすごく言葉から伝わってきてたので、なんか形になって結果になってっていうのがすごく昨日嬉しかったです。いやでもね本当にその、まあ、年齢もまだね若いですけどね、そうですよね、冒頭でもお話しさせていただきました、はい、やはり球界を背負ってね行ってほしい投手、まあ、皆さんそうですけど、そうですね、特にねそういった期待がねかかっているねピッチャーでもありますからね、開幕投手でしたし、本当に。さあここはあでもどっちが帰ってきた、帰りましたね、お帰り、お帰り、いやこんなに点入っていいんですかね、なんか驚きますねこんなに。やっぱ今日はあれじゃないですか、お二人の力が、いやあでもね嬉しいですけど、なんか本当に名古屋ドームで副音声とか始球式を SK がやらせていただくとき、はい、大体負けてしまうんですよ、そうなんですよっていうジンクスができてきちゃって言われてるんですかファンの間でも、はい、言われるんですけど、もう今日じゃもう完全汚名返上という ね、 そうですね、東京ドームならいいのかって、東京ドームならみたいな日高さんはどういった感じでこれまで活動というのは、はい、あそうですね、ずっと普通にずっと普通にいやいや頑張ってますよでもお二人はどれぐらいな何年目ぐらいなんですか、その須田は9年目、須田は9年目、はい、日高は6年目ですね、6年目、はい、もうでもキャラクターがなくて自分にずっと3年4年、これどうなんですか、はい、先輩から見てなんかそういうアドバイスとかもお話とかするんですか。あでも全然しますけど、あの日高は後輩の中でも野球というジャンルでもうレギュラー仕事名古屋でもバンバン取ってるんですだからバンバン取ってるんで私から言うことはもうそうないです。なんかこういう今日みたいな野球仕事でキャラクターあるじゃないですか、そうそう、そのね野球が本当になくてキャラクターがずっとで、そこでマネージャーさんに、はい、野球好きだけじゃアピールならないから、はい、っていう、はい、じゃあ引き続きこの後ね、はい、日高さんについて、はい、待っててください。さあ試合同様に副音声も盛り上がっておりますが、亀田さん何の話でしたっけ。今日はですねあのお二人についていろいろ伺っていきたいなと思いまして、まずは日高さんの日高さんについて、キャラクター、はい、キャラクターをどう作っていったのか、はいはいはい、まあもう本当3、4年入ってキャラクターがなくてただ野球が好きとしか言ってなかったんですけど、はい、それじゃあ全然あの売れないからってマネージャーに言われて結構もうね、SKE の皆さんもなんかキラキラしたところのこの白鳥のごとく下では結構生々しい。いやでも SK はね結構体育会系、一番48グループの中でも体育会系だから結構思ったことはっきり言うし言われるよね。そうだからもうキャラクターないから選手のモノマネやるよって言われて、アイドルで選手のモノマネやるする人いないからみたいな。で日高のキャラクターだと別に王道アイドルじゃないからそっちの方がウケるって言われて、でも日高さん的にはそのアイドルに、まあ、基本的にアイドルになりたいってまずは王道の路線になりたいって全員思うわけですよね最初ね。もちろんです。そこから自分のまあ個性ポジションの中で、はい、そこはもう埋まってたんですねちなみに誰だったんですか SKE のそのポジションは、はい、どうですか。でも同期だったらもう本当ビジュアル面である北川リオハちゃんって言ってばいいんですけど、北川リオハちゃんはビジュアル面で顔じゃ勝てないってなぜなり、うん、そうなんかその子は入ってすぐに、はい、ちょっとあの今日副音声終わったら勉強します北川リョウハちゃん、はい、その子はもう加入してすぐにフラッシュの表紙を抜擢されてやってたね、はい、やっぱそれってやっぱすお来たみたいな、はい、ただそれには嫉妬してたでずっと、なんで私じゃないんだよ。 SKE の方たちは事務所はあれなんですか、全員違うんですか。あ一緒で入るところは一緒です。全員一緒なんだ。一緒なんですけどグループによって全部違ったりも、 AKB さんはもともとみんなバラバラであったりしましたよね。いやあれももともと大元があってからのバラバラに、だんだん分かれていったというか、そうです分担されていただけで、ちょっと勉強になりますね今日は。亀梨さんの手元のメモが野球に関係ない話題ばっかり、そうアイドルの話ばっかりやちゃんとね野球もねあの注目のポイントでは戻っていきたいと思いますけど、はいはいはい、ただいま9対0と、ありがとうございます。ジャイアンツ4番の岡本選手にヒットが生まれましたね、はい、はい、生まれました、ありがとうございます。はい、なるほど、はい、でもビジュアル面は北川亮波ちゃんがもう行くと、もう
スパッと行きましたね。これはもう今も継続して、今も継続して、あの同期のなんだろう筆頭というか、まあ、引っ張ってくれる存在でいてくれたんですけど、歌が上手いとか踊りが上手いとか、まあ、あでも歌うまい子いたんですけどもう卒業しちゃって、 SKE の方で、はい、すごくダンスがお上手な方、ああ結構いますよ。斉藤真希子さんとか、バレエ、あれ SKE じゃないか、私バレエやってます。あれ辻本さん、辻本さん、カメラさん、あどうも入りますよ、カメラさん、こっちもすごい、待って、さあジャイアンツが、あ入っちゃった、でもまだ亀井選手が、さあリプレイご覧いただきましょうか。ごめんなさい、今ねちょっとタイムリーな、ね、いろいろタイムリーでしたね、僕の中でのタイムリー、そしてジャイアンツにもタイムリーが生まれるというね、リバージャイアンツが集まってしまいました。さあ見事なね、逆サイドのジャイアンツ得点を、いやびっくり、1点返しました。演出際は難しいですよね。やっぱそうなんですよ、コンテンポラリーの、ね、僕もですね、あの何度かお世話になっていて、はいはいはい、あの先日も、まあ、CM の振り付けしていただいたりとか、はい、ちょっと今度のコンサートを僕4日、来月4日からライブなんですけど、はい、またちょっとあの自分のソロコーナーのところでお願いをしてて、そういえばこの、あの SKE のメンバーの振り付けもやったんだよねということで映像を見させてもらって、めちゃくちゃ上手、あ須田さんだったんです、すみません、ごめんなさい、ちょうど1年前にやらせてもらって、すごかったですね、辻本さんにお世話になって、歌も歌わずね、そうなんです、踊りだけで、なんか私歌も下手だし見た目もうんぬん言われるんで、クラシックバレエの13年の経験を生かすしか人を感動させることはできないなと思って、あれはあの動きは本当バレエやられてて方じゃないと、ね、足とかの開きとかもすごいな、はい、わ嬉しい、お上手、そう、感動したんですよ先日、こんなに踊れる方がいるんだと思って、どうも私です、こちらです、信じられますねこれ、すみません、いやそうなんですね、はい、そうここでなんか通じ合った瞬間にあの、ね、点が入ってしまって、ね、タイムリーもちょっと一気にホームになっちゃったんで大丈夫ですか、はい、アウェイの強さが、申し訳ない、もうちょっと気を張ります、そうですよ、一応褒められるとちょっとジャイアンツに点数が入ってっちゃうっていう、ダメダメ、けなされないと、はい、まあ、そういった中で、はい、まあ、モノマネを、プロ野球のモノマネを個性にという、本当にあの前にいた、ナニータ選手、もう何言ってたんですか、ナニータ選手のモノマネを番組でやったら本人からありがとうって、うわ嬉しいですね、 SNS 上でくださったりとか、SNS ですよ、ナニータと SNS 上でやり取りができるってすごいですね、はい、そしたらそう、いるその現地から T シャツが届いてありがとうっていう、はい、プレゼントが届いたりとか、ナニータ、ナニータ、ナニータ、ね、おいの、はい、とか、あの福田選手にもモノマネを目の前でやって、でもちょっと足のポジションが違うって言われて出直してこいって言われたんで次、あの本当に本人公認のちょっとバッティングフォームね、ちょっと若干特徴ありますからね、はい、あります、だからそういうのを増やしていきたいなって、実は今日はあの試合前に早速披露していただきました、はい、そうなんですよ、そうなんですよ、あのこの放送がありますという SNS に告知の VTR を撮らせていただいたんですけれども、はい、そこで早速、あじゃあ SNS ではこのファンベースボール流れてるんですか、はい、今日放送の中では実はあるかもしれない、できるかもしれない、かもしれない、見たいな、福田選手披露していただきましたですよ、どうやってこう練習されるんですか、研究とか練習は、本当に動画を漁ってみたりとか、名古屋ドーム来た時に癖を掴んで見たりするんですけど、球場に来ちゃうとあの試合に集中しちゃって、うわーっと、セーフかい、これはどうだ、ベンチ出ますかね、際どいプレーでした、うわー、今福山さんが言ってる、あの小笠原投手もね、竹山さんのリードのおかげだというね、昨日ね、言ってましたからね、リクエスト入りましたね、ね、リクエストが入ったけど、タイミング的には非常にね、際どいところでしたけど、そうですね、じわじわとジャイアンツもね、1点1点は追いかけていきたいね、問題ではありますからね、いやいやいや、でも盛り上がってきますね、だからこそ、そうですね、森監督よりリクエストがありましたので、トライムより検証いたします、しばらくお待ちください。小熊投手としても今シーズンは初の ね、 そうですね、マウンドということで、はい、去年は結構防御率低めだったから、うん、ね、ちょっと期待もあるんですけど、どうなんですかね、さあ平戸選手もね、いいボール返しもタイミング的にはね、もうね、ここが当たってるかどうかですよね、あタッチできてるか、この角度だと
なかなか確認できませんけれど、ちょっと分かんないな。向こうが、こっち側がちょっと分かりづらいかな。タッチ、ここが見えないですね。見えない。どうだ、タッチが、これ分かりやすいです。さあ、これで分かるか、かわして、おー、でもな、当たってるのかね。これ、かぶってる、かぶ、上にかぶってるだけかもしれないんで、そうですよね、角度もう一個欲しいですね。触れてないと、いけいけいけ、どうだどうだ、あ、当たってるか、当たってんじゃない、当たってる気が、当たってる気がする、すごいですね、今ね、こういったね、このみんなで検証する感じ、ちょっと楽しいですね。どうなの、当たってると思うけど、あ、いここで、あ、当たってる、当たったんじゃないですかね。ちょっと当たってるようにもね、映像ではね、今東京ドームはレフトスタンドが大歓声ですね、そうですね、おー、あ、当たってる、ズボンが今シワがニュってなったね。なりますね。どうだどうだ。触れてますね。出てきましたよ。お、来た。アウトリクエスト成功です。いやー、大きなプレーになりました。試合4回まで終わっています。さ、東京ドーム試合は5回に入りました。ドラゴンズが9対1と大量リードして5回を迎えています。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。カメラさん、 SKE のお二人をお迎えしてますが、副音声もものすごい盛り上がりですよ。そうですね、楽しい。お二人の野球愛ももちろんそうですが、人柄であり、アイドルとしてここまでね、はい、どのように活動しているのか、どういう心持ちでいらっしゃるのか、僕も勉強になってますね。もうしっかりメモなさって、しっかりしてます、こちらが本当に、ありがたいです。 SKE のルックスは北川涼波ちゃん、そうです覚えます。そうです。中さんは野球のモノマネ、はい、野球、須田さんはダンスも、めちゃくちゃお上手なんです。ダンスが、コンテンポラリーダンス、ありがとうございます。それぞれ頑張ってます。北川さん見ますか、そういうファンの声というか。ファンの声は自分の名前だけ検索します。あの、ゆずきとかあるんですけど、そこだけ調べて、ニックネームで調べる派。そう、ニックネームだけ調べて、いわゆるエゴサーチで調べる派。はい、いろいろ、一番いろいろあるんですか、派が。あ、そうですね、なんかフルネームであったりとか、あだ名とか、あとはもう本当個人の名前とかが多いですけど、でもその頻繁にはしないです。なんか反応が気になる時だけ。ニックネームで検索するとファンが大体つぶやいてくれてて、はい、で、須田あかりだったら須田あかり漢字でバンって出す人は、大体最近してくれたファンじゃない人、うん、最近知ってくれた人がつぶやいてることが多くて、うん、そうですね、フルネームはね、そう、フルネームはそうなんですよ。だからニックネームで検索する派か、フルネームで検索する派か、フルネームの方がちょっと厳しいことが多い、ね、多いですね、確かに。へぇ、されますか。新曲とか出したりとか、そういう時はたまに、あの、見たりしますけど、あ、グループとして検索、うん、まあ今日もいっぱいね、はい、いろんな声が集まってるでしょうから、そうですね、副音声出ていただいて、先ほど調べたけど、本当面白いって言ってくださる。もうやったの、前に見たわけだ。すごいな、もう早いな。ハッシュタグで見て、今時ハッシュタグっていうのは、ハッシュタグで見て、ハッシュタグっていうのは、あの、うん、今出てないですけど、右上に出てるあ の, だけ の, あのシャープみたいな、ベースボールの一番左についてる、あ、これです、これです。それはこれ、それで検索するんですか。はい、はい、すると見てる方が感想とかツイートしてくださって、それで見てたら本当面白くて集中できないって方が多かったです。嬉しいですけど、ね、野球の方にもね、しっかりね、楽しんでいただきたいなと思いますけれども、はい、でも私、あ、なん、今喋ってできですか、ね、はい、大丈夫ですよ。そう、なんか私、今までで一番副音声やってて、はい、野球の話一番してるかもしれないです。確かに、普段名古屋で、普段もっと野球の話してないんですか。そうなんですよ、なんか名古屋ドームで、はい、あの、副音声やらせていただいてたこと、はい、まあ、私たち何度かあるんですけど、はいはい、あの、なんせ最近は違うのかな、私が最初出始めた頃は、はい、あの、副音声の席にいるのが坪井のりおさんとかだったんですよ、うん、ご存知ですか、坪井のりおさん、名古屋で、なんとか毛が多い、なんとか毛が多い。多分亀梨さんが今思い浮かべたのは、僕は坪井さん、ベイスターズのバッティングコーチ西武道路から
この日先発が予定されていたドラゴンズ松坂が背中を痛め急遽登板回避。松坂を待っていたお客さんはがっかり。それを見た中日のマスコットドアラは客席に深々と謝罪。いつもはおしゃれなドアラが見せた神対応でした。えらい。さあというわけでたくさんの神対応を見ていただきましたが、はい、さあちょっとどっち、ここは谷はレフトにスタンドに吸い込まれました。小林に今シーズンの第2号が出ました。5回の裏ジャイアンツの攻撃、まだその差は8点と広がっている中ではありますが、今小林にこの回先頭バッターまず1本出まして9対2としています。いやー、亀梨さんホームラン出ましたね、はい、出ましたね。ジャイアンツの反撃がいよいよ開始するのかなというところですけど、この神対応のきっかけ、須田さん、これドラゴンズだったという。あ、そうなんですよ、はい、私生まれて初めて有名人と握手したのが中日ドラゴンズの選手だったんですよ、はい、小さい頃本当によく、選手のサイン会とか握手会とかに足を運んでまして、はい、兄と一緒に。で、初めて握手したのがその頃大好きだった井上和樹さん。おー、和樹さんに握手をしていただいて、その経験から握手会での神対応につながっていく、はい、優しくしていただいた経験、なんかパンってこうされると嬉しいんだっていう経験にやっぱ残ってて、あとその時山崎武さん、山崎武さん、はい、今日いらっしゃってますよね。いますね、武さんね、グラウンドね、今日はあの、はい、レジェンドシートですかね、はい、武さんともその時サインしてもらったりとかあったんですけど、そういった経験がしてもらった嬉しさがこのアイドルとしてのファンの方たちにつながっているという。あ、抜けまーす、さあそして日高さんはいかがですか、この神対応。あの男性の方が女性にボールプレゼントしたってあったじゃないですか、はい、あれ日高もそのホームランボールとかじゃないんですけど、そのイニングの間で、ボール飛ばしたりするじゃないですか、はい、あれを後ろの男性が取ってて、私があいいな取りたかったなって思ってたらくださったんですよ、日高に。もうそれが嬉しくて、ずっと宝物見せて、お礼にお母さんと一緒にビール渡してありがとうございましたお礼しました、まあね、球場ならではのね、そういったそのファン同士ならではのコミュニケーションというのもね、はい、グラウンド、まあ、球場に来る楽しみなのかなというふうに思います、はい、まあ、副音声では引き続きお二人のドラゴンズ愛、はい、伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。それでは平川アナ、よろしくお願いします。はい、副音声も今日のゲームはね、本当にドラゴンズ、はい、お帰りなさいがたくさん、お帰りなさいいっぱいいてますね、みんな帰ってきてくれますね、はい、嬉しいです。でもちょっと後半から逆転されることが多いので、はい、ちょっと気が抜けなくなってきたかもしれないです。昨日もあのスピードワゴンの2人が来てくださっては、はい、あの小笠原投手 の, その6回、7回、8回のあたりの、はい、ちょっと心配でっていう話してましたけどね、球数も多かったりとか。でも昨日は、ね、見事なピッチングしてますから、はい、なんか今年のうちに完投完封したいっていう自分が言ってたらしくて、それがちゃんとそのシーズン中にできたのが、はい、やっぱ自分にとっても良かったなと思うし、何言って菅野選手とね、投げ合いでね、高校の先輩後輩、はい、そうですね、意識してないとはいえ、やっぱ球界を、ね、代表する投手ですから、うん、絶対自分にとってプラスになったと私は思いますね、うん、そういった意味ではその SKE の中はまたその、まあ、グループ、はい、AKB さんであったり、はい、乃木坂さんであったり、はい、欅坂さん、はい、あったり HKT 橋原さんのね、HKT さんは HKT さんか、 HKT です。あの妹ですね、私たちの SKE の後にできた、AKB が長女、はい、AKB 長女です。次女が SKE、次女が SKE、 はい、三女が NMB、 大阪の NMB はい、で四が HKT、 五が NGT、 新潟、NGT、 はい、あと6が瀬戸内で集められた STU48 っていう、STU 瀬戸内、おお、はいはいはい、っていうのがあります。国内ではテレビのネット局みたいな、グループ、あとジャカルタとかもある、ありますね、国際的にもジャカルタ、で乃木坂さんと欅坂さんは、はい、公式ライバルグループとして、ライブ、あ、別の、そうです、そうです、ああ、そうなんですね、公式ライバル、公式ライバルです。勉強になりますね、勉強になりますねとか言いながらね、コラボというか同じ一緒の曲を歌ったりとかもしてるので、そうなんです、本当になんか、はい、仲悪いとかじゃないですけど、掛け持ちとかもあるじゃないですか、あ、一時期兼任、兼任ありましたね、これは今はないですか、
今は全グループなくなりました。じゃあその総選挙で神セブン、はい、とかに入った人は AKB として CD を出してるわけじゃないんですか今は。あ、でも所属はそこで、はい、次のシングルはあの AKB 選抜に私たち SKE メンバーも入ってたりっていうの。じゃあそれは AKB にその時はなる AKB48 ですっていう。はい、そうです。挨拶は AKB48 ですって歌いますけど、でも AKB48 グループの世界選抜総選挙の選抜メンバーっていう。じゃあ普段から AKB に入られてる方たちは、はい、AKB として活動してるけど、はい、総選挙の時は、はいはい、その順位で、はい、普段活動してる人たちが OK マチューあの出れなくなる、はい、そうですね、そうなんです。この後も亀梨さんのお勉強が続きます。申し訳ないです。投手があの100勝100勝100セーブトリプルハンドレッドですか、すごい達成しましたので、その表彰するセレモニーが試合前に行われました。おめでとうございます。なかなかできないですよね。でつい先ほどドラゴンズもお二人、はい、藤井選手が、はい、お待ちのとこが全試合出場してね、素晴らしい、わこちら懐かしい、ね、映像も出てますけれども、あ細い、あ楽しみさんがドラゴン戦ですね。調子ですね。こちら先日の映像ですね。まあ、亀田さん、今上原投手はちょっとね、あのコンディション再調整ということで2軍にいるんですけれども、まあでも日本でももちろんそうですけど、アメリカに行かれてもね、素晴らしいね活躍をしてね、夢を与えてくれてる選手ですから、できるだけね長くやはりねグランド上で見たいなって思いはありますよね。本当久しぶりにこう帰ってきたいわゆる球界のレジェンドなんですが、はい、ドラゴンズも今年平成の怪物が松坂投手が入ったじゃないですか、はい、いかがですかファンの二人は。1回生で見たんですよ、球場で。やっぱ歓声が違うし、相手チームからの声援もすごくて、あの相手チームも応援したくなる選手なんだ、ね、チームとかも関係なく、やはりその野球が好きな方たちからのね、もう見たい声援っていうのはね、本当にすごいなと思って。そうですよね。でもなんか高校生で活躍してる時とか見てないので自分は、そう言われてることは知ってるんですけど、本当に知らなかったので、はい、98年の時に生まれたので優勝の年ですよね、横浜高校優勝の年。レジェンドレジェンドって言われてるのがちょっと分かった気がしましたね、こう来てくださって、森さんのねおかげで来てくれたので。でもなんか私最初その松坂さん来るってなった時、そのなんだろう、他の中日カラーにはなってないから松坂さんが来るのが全く想像がつかなくて、どうなんだろうって最初思ったんですけど、はい、やっぱり来てくださることによってね、やっぱ地元は盛り上がりました。そう、一目見に行きたいっていう人もたくさんいらっしゃるし、その先日私初めて、はい、あの夢の始球式をやったんですよ、しましたね。そうなんです、名古屋ドームで。その時に松坂さんが先発 で、はい、ですごい近くでちょっと見ることができたというか拝むことができて、はい、やっぱりすごいなと思って、なんかいやオーラありますよね、オーラってかすごくて、わーっと思って、一気になんか応援する気持ちが100倍増しぐらいになって、本当だ、あどうやって展開していくんだろう、ね、ちょっとね緊張してきた。5回が0点だったけど、9対2ですからね、全然余裕じゃないんです、これは。これ余裕じゃないんですか。余裕じゃないんです。気になりますよね。今ドラゴンズの勝ちパターンは抑えに、勝ちパターンは抑えルーキーの鈴木選手ですかね。あ、そうですね、はい、でも本当なんだろう、結構最近プロの洗礼を受け始めたというか、はい、あの本当に速さだけじゃみたいな感じが出てきて、あらあら、あの本当に球をなかなかね、やっぱいろいろね、こう相手も対応ねしてきますしね、そうなんですよね。うあとアウトかー、ツーアウト一つ、はい、その神対応ってやつあったじゃないですか、はい、そう思い出したんですけど、うん、今打席に立っている平田選手が、はい、一度お話しさせていただいたことがあるんですけど、はい、バックヤードで、私が総選挙の前に今度総選挙あるんですみたいな、ちょっと応援してくださいみたいな感じで言ったら、そう頑張ってくださいって言ってくださって、うん、もうそれだけかなと思ったんです普通に、はい、けどその私が総選挙があってランクインしてありがとうございますっていうツイートを SNS でしたら、それを平田選手リツイートしてくださって、
すごいですね、先ほどから聞いてると SNS 上でドラゴンズ選手とかなり交流を、いや本当それこそ本当に神対応だなって思って、もう本当に嬉しかったですね。非常にあの、はい、気さくな優しいね、ちょっとシャイな部分もありますけれど、はい、さあ3アウトになりました。お二人はそういった意味でドラゴンズの、はい、チームと何でしょうか、思い出といいますか、何かあったりするんですか、印象に残っているシーン。ありますよ、2007年の日本シリーズ優勝の時に、はい、私ちょうど名古屋ドームで見ててその試合を目の前で日本あの一度新瞬間を見れたのはロッテとの、日本ハム、日本ハムか、との試合が本当に印象深かったし、本当目の前でそういうの2007年ですね、はい、見れたのは本当に。2007年だっておいくつですか。7年は今18年、今18歳9歳だから小3、そうですよね、小2、3ですね。そうだ、2007年、まだ僕もそうだ、ゴーイングやってない時だ。もうその時でも本当日本ハムも外野陣がすごい好きだったんですよ、みたいな、ひとり選手、稲葉選手とか新庄選手とかの、あの集まってる感じもすごく好きだったし、はい、なんか、すごく印象深いですね、その時の。そういったあの試合を見ると、はい、やっぱ残ってますよね、もうずっと、ね、今でもずっと残ってるし、その瞬間に立ち会えてというか、なんか本当に嬉しかったです。山井投手が8回までパーフェクトピッチング、そうなんですよ、でね、変わってっていう、あのゲーム、はい、はい、今でも結構歴史的なものかなと思いますね。佐々さんいかがですか。私はその生じゃなかったんですけど、はい、その1991年の星野監督の時代に、はい、もう優勝した瞬間の星野監督にみんなが群がって胴上げするあの瞬間、あの映像が本当に毎日、毎日ってか本当1日何回も流れたので。そっか、ニュースにもねずっとね、はい、だから本当に嬉しくって、私なんか毎回野球の楽しみ方が、はい、星野監督を見るのがすごい好きだったんですよ当時。なんか、まあ、でも中日時代の星野さんといえばね、よりねなんかねキャラクターとしてそうでしたよね。そうなんですよ、なんか何を起こすか分かんないあの感じ、ね、あのまあ、特に何かっていうと乱闘が楽しみで、はい、子供ながらにやっぱ、ね、分かりやすいじゃないですか、ね、だから今日は乱闘あるかななんて見てたけど、その星野監督がすごい嬉しそうな顔して胴上げされてるのが印象的でしたね。また井上さんが引退セレモニーも、はい、そうなんです、井上和樹さんが好き で引退セレモニー見ようと思ってたら、はい、あのこれ言っていいんですかね、あの帽子いつもかぶってるじゃないですか選手ってプレーするときに、はい、で帽子取ったときに思ってたヘアスタイルと違ってヘアスタイルあるあるありますよね、あこうだったので、僕は中日で大砲選手とかそうでしたね、セカンドベースで大砲選手がバーってスライディングしたとき、ヘルメットが外れたときに、ああこうだったんだって、子供のときにそういったなんか印象は確かに申し訳ないですけど、ありましたね、ありますよね、それが印象深かったです。でもやっぱり記憶に残りますね。ピンクのねリストバンドがトレードマークだった。そう、ピンクのリストバンドつけていつもモノマネばっかりしてました。あの今日はですね、ツイッターもたくさんファンの皆さんからいただいておりまして、ありがとうございます、あのお二人がですね名古屋ドームの近く、はい、絵馬を、はい、絵馬、そう神社だっけ、神社で、あのファンの方も見に行かれたという方がいらっしゃる。それこそ本当に昨日ここに座っていたスピードワゴンの田さんと一緒に日高が MC をした番組があって、はい、その番組の企画であの一緒に神社に須田さんゲストでいただいて、で日高と井戸田さんが MC の番組が名古屋であるんですよ。ドラゴンズの愛を、はい、ドラゴンズ愛を伝えるための番組です。引き続き伺っていきましょう、はい、今日はですね、はい、今世は野球の魅力大発見スペシャルという形でファンの皆さんからもいろいろこうツイートをいただいておりまして、私だけの野球の楽しみ方ということでですね、はい、皆さんにあのメッセージをいただいているということなんですが、はい、お二人はどうですか、このならではの野球の楽しみ方というのは。そうですね、はい、でもなんかならではだからここかな、はい、須田選手はなんかこう妄想にふけてしまうという。そうなんですよ須田はですね、まあ、大人になってからの楽しみ方なんですけど、はい、あの野球選手の体を見て、はい、あこの人とこういうことしたら、うん、どういうこと、どういうこと、大丈夫なの、え、あれ SKE は大丈夫なの、わかんないけど、特に私ギリですよ、まあ、それ、ね、
大丈夫だ、妄想なんで。 お姉さんですからね、もうね、20、もう20、今年7になるんで。ちょっと妄想らしくなってきましたね。いや、まさか現役アイドルから、あの選手の体を見ながら、あの選手とこんなことしたらどういうこと。大丈夫ですか。違うかもしれません。違うかもしれない。違うことかもしれない。キャッチボールをしたり、そうですよね、腕相撲をしたり、はい、もうちょっと親密なんですけど。もうちょっとオセロ、オセロ白黒はっきりしろって話ですか。うまいですね。そうじゃなくて、あの、例えばなんですけど、はい、山本真帆さんは、はい、肩がちょっと撫で肩でしっかりしてらっしゃるじゃないですか、はい、マサさんの肩に頭コツンってしたらなんか落ち着きそうだなとか。ちょっと今急になんかこう急に防御に入りましたよ。急にスクリューボール落としてきましたよ。今スクリューしてきましたね。ちょっと期待すぎてただけです。皆さんが、すいません、申し訳ないです。盛り上がっちゃいました。井上和樹さんとかも背中がすごくしっかりしてらっしゃる感じなので、はい、後ろからハグしてみたいなとか、まあ、そういうことを妄想しながら、まあ、野球選手それぞれね、あの体も立派にこう、ね、鍛え上げられているね。本当に努力の賜物ですから。本当そうですよね、はい、すみません、そんな神聖な皆さんで妄想して。日高さんはいかがですか。日高は、まあ、グッズを身につけたりだとか、やっぱよりね、応援の一体感を感じたいので、はい、外野応援席で見たりだとか、うん、あと選手がおすすめしてるとかプロデュースしてる食べ物とかを食べたりして、楽しいね。なんか、うん、ご飯も美味しいので名古屋ドームって、うん、だからそういうのも楽しめる一つかなと私は思ってますね、はい、皆さんコメントをこう読めるような今ね、そうです、状態になってますので、カメラさんが読んでくださいますか。須田さんの妄想力が爆発しておるというメッセージも届いていますよ。そう、リアルタイムでね、皆さんつぶやいてくださるから。めちゃくちゃ増えましたね。増えましたね、今の須田さんのAKBG は妄想 OK なんすよ。そう、AKB グループのことを AKBG って言うんですよ。そうです、大変失礼しました。カメラさんの48偏差値がどんどん上がってきますから。そうですよ、もう AKBG じゃない、グループって言うことですから。もう勉強が。きっと亀梨さんのファンの方もね、亀梨さんに読んでもらえると思ったら、ね、ありがとうございます。ツイートしてくれると思いますので、お待ちしております。はい、待ってます。ドラゴンズも本当シャキーンがちょっとね、はい、シャキーン、シャキーンが確かに1個減ったんですけど、シャキーンって聞こえましたよね。ドラゴンズシャキーン、シャキーン1個減ったんですけど、まだまだ、何が起きた。ボトガの選手が1、3塁に終わった。おお、そうなんですよね、各チームね、はい、返していきたいという。そうですね、エラーがつきました。ちょっと危険水域に入ってるっていう感じなので、借金がちょっと多くて、まあ、でもそういった意味では上位ね、はい、あの3位、2位、3位争いっていうのは、はい、トントンと連勝、まあ、連敗各チームあったりしますからね、はい、ガラッと変わる可能性もね、ありますから、本当に引き続き目が離せないなと。でまず情報ですけど、松坂投手もね、後半戦そろそろ出番がね、はい、来るんじゃないかというね、お話もありますから、楽しみだということで、メッセージいただいていますけれども、はい、あかりんちょっと暴走気味、まあこれも楽しみです。ありがとうございます。あったかいファンの方が多いので本当に助かってます。ね、本当ですね、全然言われないじゃないですか。あ、これあのファンの方は私のこと多分10枚ぐらいフィルター通して見てるので。そう、そう、だから私がブスいじりされるとファンの人がすっごく怒るんですよ。はい、僕は可愛いと思ってるのにって。あ、私のファンの方たちがのその戦いが。でも最近はあのブスは私はファッションだからって言ってファンの方をスーパーポジティブだな、落ち着かせてます。後輩から出ました、スーパーポジティブだな。もうできないです。須田さんしかできない。もさすがです、ね、楽しくやってます。まあ、後ほど視聴者の方でももしかしたらこうモノマネの映像が見れるかもしれないと先ほど撮っていただいた、はい、ちょっと楽しみですね。まさか収録が行われましたから。いや、今日のね、音声は SKE のお二人が来ていただけたということでね、新たな感覚の中でね、お届けさせてもらってますけど、僕もいろいろ勉強になってますから、アイドルの本当に何度もね、歌番組でも共演させていただいていて、そのグループの楽曲とか耳にしたり、あの存在というのはもちろん、はい、知ってるんですけど、ありがとうございます。もう一つ、おっと日当たり、これは切れるか。うん、今日は勉強になりますよ、本当に。AKBG で何でしたっけ。AKBG は AKB グループで。ありがとうございます、お見事。
興味を持ってもらうことから ね、嬉しいね、初めてね、北川亮波ちゃん、そうですあのそこ覚えれないんですけど、ここの2人もちゃんと北川さんと日高さんも完璧ですよ完璧、ありがとうございま す、光栄です。今後もどっかで見かけたらね、はい、本当に、勝手に親近感を持って、はい、させていただきます。20歳で、ね、序盤からあのピンチはちょっと本当に結構プレッシャーとかね、あっただろうに。日高さんじゃ同い年、多分あの早生まれなんですね、日高。はい、なるほど。日高は早生まれなんですか。日高は何月生まれなんですか。4月1日生まれで、エイプリルフール。4月1日早生まれ、はい、あのギリギリ最後のじゃん。そうです、今今年21になる年と同い年で、はいはい。ちなみに亀梨も早生まれなんです。あら、じゃあ早生まれトークからこっち行きましょう行きましょう。亀梨さん、はい、こちら亀梨です。さあ今日はですね、ゲストに中日の大ファン SKE48 の須田あかりさん、日高ゆずきさんをお招きしていますが、はい、実は試合前に日高さんにある VTR を撮っていただけたということで、ご覧いただきたいなと、はいはいはい、思います。日高さん、これ何ですか。これは平田選手のモノマネなんですけど、ちょっとね、ロングスカート入ってきちゃって、ラインが下半身が全然あんま見えなかったんですけど、足のラインが、はい、はい、平田選手は高校時代からの多分ルーティンだと思うんですけど、はい、バッターボックス立った時に、はい、のけぞってクイッてやって、はい、ブルッてやって、まあ、擬音が多いんですけど、はい、じゃあ今日ちょっとバットでもこういうのがね、ちょっとね、平田選手のスタメンなので、お、なんと実際にモノマネと比較してみたいと思います。すごいですよ、本物を。さあ行きましょう。来い来い来いちょっと平田選手の方がちょっとあの横のシェイクが横のシェイク、ここもうちょっと取り入れた方がいいんじゃないですか。そうですね、ここのシェイク、シェイク確かに、ちょっとシェイク足らんかったんじゃない。そうですね、たまにでも本当のけぞってる時あるんですよ。で、遠いの時代からやってるんですよ、それは。自己採点何点ですか。自己採点、今日はちょっと今ここでちょっとシェイクだけ一回練習してもらって、ちょっとスペースかける、一回ちょっとシェイクいけます、はい、取っていただいて、ちょっと取っていただいて、このシェイクが、シェイク、もうちょい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 、亀梨さんもシェイクしてる。あ、そう、それがやっぱ、はい、ね、見せて、なるほど、なるほど。まあこれが日高さんのその私の楽しみ方ということなんですが、はい、さあ、番組スタッフはですね、はい、このスペースに限りがあるので、モノマネは事前収録でという狙いだったんですが、はい、まさかの生シェイクですよ。やっぱあのシェイクが入ってなかったんで、ね、これはね、あの日高さんファンの方たちもやはりシェイクを求めている部分があるのかなというところで、シェイク不足でしたか。ちょっとあのファンの方たち勝手にね、代行させていただきました。さすがさすがアイドルの先輩だから、そうですね、ポイントを掴んで。やっぱアイドル最終的にシェイクでやっていくっていうのはありますからね。やっぱりまとめすぎですよね。シェイクシェイクシェイクということで、コンサートでちゃんとシェイクしてください。僕はもうこの今度の8月4日の初日はもうシェイクからオープニングシェイク、オープニングシェイクしますよ。みんな期待しちゃいますね。見どころ増えましたよ。いやなんかね、日高さんのバリエーションも増えてきそうなんですけれども、シェイク日高ということでいいですよ今シーズンからは新しい代理人みたいじゃないですか、遺跡のシェイク日高がもうそれでいきますわ、それでいきますわ、もうできましたね、これね、できました、いや嬉しい、キャラが日高さんのファンの方が大変失礼しました。大丈夫、全然喜びますね、喜びますね、優しい人ばっかなんで、いや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 、面白い。何種類ぐらいあるんですか。モノマネのレパートリー、他球団の合わせて今まで50近くをやってて、けど本当ちょっと忘れちゃってても、これだからちゃんとノートとかに書いておくべきですよ、はい、そしたらもっと、ね、もっといけるんじゃないですか。そうです、まあ、100連発目指してるんですけど、うん、ずっと止まってるんですよ、2年ぐらい行きましょうよ。なんか今日のテレビのラテランの紹介がおかしくて、あかりさんは選抜総選挙第2位だったんですけど、私の場合はモノマネ100連発で終わったんですよ、紹介が雑じゃないですかみたいなまだ6年目なんで、6年目なんで、やっぱ9年目にはそっか、ドラゴンズ大好きみたいな感じだと思いきやですよ、なんかモノマネ100連発みたいなちょっと頑張って総選挙10位内とかに入ってくると、総選挙に総選挙10位みたいになるかもしれないで、ちょっとシェイクとして目指せ10位シェイク日高で、シェイク日高で、来年のちょっと総選挙のあの文言ですか、はい、楽しみにしてます。これからお話いただくときは日高はじゃなくてシェイクは教えていただいて今から聞く
人大変です。シェイクってでちゃんとこういうバット持ってこういうポスターを撮っていただいていよいよ誰かわからなくなってきた。あとグランド上はですね、来日初登板になりましたロドリゲス投手ですので、ぜひシェイクさん、シェイク平川さん、はい、取り入れていただいて。そうですね、外国人選手って特徴つかみやすいので。そうなんですよね、今選手昔に比べると結構理論がすごく技術的な、ね、ものが進んでいて、特徴あるねフォームというのは確かに少なくはなってきてるのかなと思いますけど、はい、だから強打選手とかが新人を取った時に自分の中で、あ、強打選手が新人を取ったらモノマネしようと思ったんですけど、もうフォーム綺麗すぎてなんか真似できないなみたいな。だから今その現役の選手もそうですけど、野球ファンの方たちはね、長年ね野球を好きで見てくれている方たちが本当に多いと思うので、ちょっとレジェンドシリーズも作ったらどうですか。一回山田久志さんとか、おそこまで行きました。八重樫さんとか、そこまで。だからもう僕ら世代でいうと今中さんとかまで行けますよ。たけしさんも結構行きやすいんじゃないですか。立浪さんも行きやすいですよ、中日。確かに、だかそういうレジェンドも。種田さんとかもね。そうですね、種田さんも。立浪さんヘッドスライディングまでちゃんと入れていただいて。確かに、なんか細かいモノマネも私してて、なんか壁沢選手がポケモンゴーしてる姿のモノマネとか。マニアックマニアックシリーズが。ゲレーロ選手とホームラン打った時にするカメラアピールのモノマネとか、そういう誰もわかんないちょっと更新ね、そうですね、はい、マニアックトーク続きます。さあ、試合は8回終盤を迎えますが、いや、僕今今日、ね、視聴者の皆さんからハッシュタグファンベースボールでいろいろな、ね、はい、コメントをいただいていますけど、ファンの方たちの、ね、お話も、ね、先ほどからたくさん、ね、していただいていますけど、いや、心がちょっと温かくなるようなメッセージ来ましたよ。昔に比べたら本当に喋れるようになったな、ゆずちゃん。あ、嬉しい。ラジオの積み重ねって大きいねという、こうなんか日々の、ね、お仕事の成果が今日出てるというね。嬉しいですね、本当に。久しぶりの副音声で、うん、すごい緊張してたんですけど、本当に皆さんね、温かい雰囲気でね。いや、結構シェイク結構受けいいですよ。あ、本当ですか。バズってます。アカリンとシェイク日高の副音声最高。誰とやってんだろう私。本当ですね。いや、嬉しいですよ。100連発できるように頑張れシェイク日高。結構シェイクファンの方たちに認めてもらって、ね、定着してきました。公式のニックネーム変えますわ。ミドルネーム入れよ、これ。本当にします。でもこれでね、はい、由来は何ですか。はい、大好きな中日ドラゴンズ平田選手 の、はい、バッティングフォームのこのシェイクからインスピレーションいただきましたっていうね。さらに野球のキャラクターとしては愛が、ね、ドラゴンズ愛見えてきますよ。まさって、嬉しい。そうしようかな。で、今シーズンね、平田選手首位打者もね、そうですよ、いい位置いますから、これでね、首位打者取ったらもう完全に2018年シェイクの、そうですよ、シェイクの年ですね。シェイクイヤーです。流行掴んでるよ。シェイクイヤーだ。流行語いけるんじゃないですか、これ。流行語いきたいな。これね、1回受けるとしつこく言う僕のちょっと悪い癖が、ね、出てますけれども、あと2イニングこれでいきますか。大変申し訳ございません。昨日はちょっとミラーがね、ミラーという、はい、芸能人の鏡だねっていうのを小沢さんが芸能人のミラーだよっていう話でね、英語で言ったんですね。面白い、甘い感じでね、はい、シェイク。さあ、それではファンベースボールスタジオ聞いてみましょう。佐藤さん。はい、亀梨さん盛り上がってますね。はい、こちら亀梨です。今日はゲストに SKE48 の須田さん、そしてシェイク日高さんをお招きしてお送りしていますが、はい、ここで女子のハートをつかんだ選手たちの神対応パート2をご覧ください。やった。さて、今日の副音声は野球の魅力大発見スペシャルとしてお届けしていますが、須田さん、はい、須田さんならではの野球の楽しみ方があるということを先ほどね、副音声でお伺い、はい、あれでいいですか。あれでいいですよ、もう。私はですね、選手の体を見て、妄想するのが好きです。ちょっと言いますと、ちょっと誤解なんですけど、はい、例えばなんですけど、山本昌さんだったら、撫で肩の優しい強いそうな肩に、はい、頭をコツンって元優したらどんな感じなんだろうっていう、そんなことを妄想しながら、いや、最初ね、体をね、見ながら妄想するっていう、はい、どういう風になるんだろうっていうね、お話あったんで、ね、ドキッとしましたけれども、アイドル大丈夫でしょうか。はい、健全です。日高さん、いかがですか。日高は、まあ、出してしまえばこういうようなね、はい、ドラゴンズグッズとか、可愛いグッズが本当にたくさん今、こちらもコラボしてるんですか。そう、コラボ、SK48 ドラゴンズのコラボの T シャツであったりとか、はい、本当今ドラゴンズ、これもそうなんですけど、ガールズユニとか可愛いグッズがあるので、それを身につけたいとか、選手がおすすめしてたり、プロデュースしてるフードとかを食べたりして、はい、
球場に行った時はそういったファッションであり、はい、食事であり、そういうのとか、まあ、テレビを、ね、見ながらでも、ね、このファッションを取り入れてもまた ね、はい、面白いんじゃないかなというふうに思います、はいはい、副音声でも視聴者の皆様からいただきました私だけの野球の楽しみ方をご紹介しております。ツイッターでハッシュタグ、亀梨さんハッシュタグです、はい、ハッシュタグファンベースボールでご投稿いただければと思います。それでは平川アナよろしくお願いします。さあ岩瀬投手が出てきましたね。そうですね、日本記録保持者でございます、岩瀬さん、岩瀬さんってなんか今、はい、名古屋で、まあ、百貨店みたいなところがあって、そこなんか何周年ごとにいろんなイメージキャラクターが毎年あるんですけど、はいはい、いつも動物とか大体ね、動物だよね。そうですね、結構そういうのが多いんですね。多いんです。あ、バットが折れた、2度目の。そう、そういうことがあるんですけど、はい、そこが、その建物が今年13周年、はい、で、そしたら岩瀬さんをイメージキャラクターに起用して、 そこのお店に行くと、うん、もう岩瀬さんのポスターだらけだよね、はい、いらっしゃいませみたいな。そう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 、いらっしゃいますじゃなくていらっしゃいませと、いらっしゃいませ、いらっしゃいませかけていらっしゃいませみたいな。すごいですね、483試合目の登板、もう本当にこれはもうなかなか抜かれないじゃないですか。みんなのヒーローですね。本当ですね。去年まさにね、その最多登板記録というのを、はい、東京ドームだったと思うんですが達成されましたよね、うんうんうん。いや、これちょっと面白いですよ、右側私だけの野球の楽しみ方ね、はい、星野選手の成績に応じてヒットなら丸々円など貯金をする、これちょっといいんじゃないですか、まあ、ならではの、ね、貯金の、ね、仕方、仕方ですよね。応援のしがいもありますね。日高さんで言うと平田選手がワンシェイク100円ずつを貯金してた、結構な、結構たまりますよ結構たまりますよ、1打席で 3シェイクぐらいですよねチュリチュリチュリ1試合で名古屋ドームのパノラマシートのチケット買えるからじゃないですか。それで来ればいいか、うん、それで非常に、ね、それで来ればいいかな、はい、さあ名古屋といえば手羽先ですけども好きですね、2回目だな、味噌煮込みうどんもございますよ、いろいろありますよ、いや名古屋食事大好きですよ。あ、そうですか。その先日松坂投手 の取材で行かせてもらった帰り道もですね、はいはいはい、手羽先買って、はい、新幹線でいただきましたけど、はい、あと名古屋駅 の、はい、その東京の方面だから東京側かな、はい、にある立ち食いのうどん屋さん、あります、黒い看板の方ですか。あそこ美味しい、はい、そうそう美味しいですよね。あそこ美味しいですよね、きしめん、はい、絶対食べる。どっちですか、上りですか、東京側。あ、どっちもあるんですけど、どっちかの方が天ぷらがちょっとサクサクで届いたりみたいな。JR の本線の新幹線じゃない JR の方から天ぷらの作ってるんですよ。それを新幹線側に持ってきてるんで、サクサクが食べたかったら JR の方に行くと美味しいです、ね、より美味しいんですけど、でもそう、そっちの、ますよね、その上り方、上り方面かな、うん、じゃあ東京か、東京に向かう方、東京か、はい、の方のきしめんが結構人気です、ね、美味しいです、みんな行ってますよね。なるほど、さあ見事なピッチングでしたね、はい、名古屋グルメ情報も飛び出しましたイメージキャラクター、そうですあ、平田選手から、さあ9回ですが来ましたよ、ここは注目じゃないですか、クオリティをね、この打席大事ですよ、はいちょっと見てますから、守備での好プレーですね。おお、いやナイス打球でしたね、リプレイ検証のセアウト、かっこいいな。さあシェイク来ますよ、来ますよ、うわーなんか嬉しい、打席だった時に皆さん注目ですよ、ここ何シェイクするかな、主音声もこのアングルでずっと撮って、あ、お、来ますよ、来ますよ、さあ来ました、はい来ました、ありがとうございます、ごちそうさまです。2回かな200円貯金、200円しなきゃ、貯金もして入れなきゃ、通信行きますよ、俺次の SKE の新曲の振り付けに入ってくるかどっかで、あ、来た、どうしよう、それ私もやるってことですか、そうですよ、みんなで連帯、連帯責任ですよ、久さんも練習しといた方がいいですよ、わかりました、毎日振ります、はい、これルーティンがね大事ですから、そうですね、もう映像もしっかりねこう撮っていただいてますから、そうですね、だいぶファンベースボールスタジオに寄せていただいた映像になっております。いいですね。すごいね、映像で検証してくださったり。でもこれで平田選手がホームラン打ってくれたら、シェイクからのまさにお帰りが。そうですよね。ちょっと期待したい。今日ちょっとね。9回ですか、この点差ですから一発狙っててもね、そうですね、おかしくない状況でありますよ、はい、まあ、昨日ねデッドボールでちょっとね心配ではありましたけれど、大事には至らずというね、良かったですよね、本当に。見ちゃうな、やっぱり。打率は3割3分4厘と。すごいです、素晴らしい。また上がってきました。はい、さあここはあと一つ、
頑張った。今日はどうかな。結構太ったとかって言われること多かったらしくて、そうなんですよね。なんか調子が上がってきてるのが納得ができる部分がいっぱい見受けられますね。最近去年はちょっと怪我もありましたしね。そうですね、あたりもあったかもしれません。怪我ね、受けたか。さあここはのどっちだ。セーフ、セーフだって。藤井選手今日は1000試合出場という ね、先ほどね花束贈呈もありました。昨日は菅野投手からホームランも打ちました。いやあのホームラン大きかったですね、昨日のゲームね。よかったです。さあ中井選手もねいいプレーだったんですが、ここはセーフという、あリクエストですか。あ来たぞ、リクエスト耐えるのか、ドキドキだ。先ほどは、ね、成功がありましたので、ドラゴンズサイドは、ね、今度はジャイアンツサイドの、高橋監督よりリクエストがありましたので検証いたします。しばらくお待ちください。さあドキドキタイムだ。さっきと立場が反対。本当ですね。アウトかセーフか。結構じゃあ、グループ内でその野球の話とかもされたりするんですか。その楽屋であったりとか。結構しますよ ね、はい、楽屋ってどんなお話するんですか。そういうあの同世代の女性たちがもう60何人いまして、チームごとで分かれてそのステージがあったりするんですけど、ね、SKE の中でも、はい、あ A チーム B チーム、チーム S、 チーム K2、 チーム E で研究生分かれてるんですね。チーム E でチーム K2 なんですけど、これどう、何が違うんですか。そのやる楽曲とかは一緒。楽曲は、まあ、劇場公演ではバラバラな演目をやってます、はい、どうやって振り分けられるんですか。まあ、チーム分けはなんとなくあの先輩後輩とかがいい感じにシャッフルされるようにバランスよく振り分けられてるんですけど、それはもう自分たちで選べなくて、はい、ある日発表されてあなたはこのチームに行ってくださいっていうのが、はい、学校のクラス替え的な、そうですね、な感じで発表されて、それぞれ違う演目を境に、はい、名古屋の境に観覧車があるビルがあるんですけど、はい、そこで拠点に劇場公演っていうのを日々日替わりでチームごとにやってて、はい、毎日毎日どこのチームがやってますね。2公演1公演、土日は2公演です。平日は1公演、16曲ぐらいやりますね。 MC やり踊りやり、今もどこかのチームは公演してらっしゃる。今日やってるんです。今日お休みの時もあ、そうなんですか。ありますか。そうですね、お休みです。休館日もあるんですけど大体どこかがやってますね。はい、やってますね。そうですね、あでも地元の、ね、チームということでね、そうです。だからドラゴンズファンも多くて、そうですよね、チーム内にも、多いです。逆にいろんな地方からも来てるので、そうですね。さあそして先ほどのリクエストは判定通り、そうですね、セーフでした。ありがとうございます。よかったです。私の頑張ってほしい選手、さあ、カメラさんの副音声ですが、はい、一部の地域の方はまもなくお別れという形になるそうです、SK のお二人とともに楽しく進めてまいりました、他の地域の方はですね、引き続き副音声をお楽しみいただけると、はい、いうことになっております。試合は9対2でドラゴンズが大量リードしております。ありがとうございました。